予約とは将来において契約を成立させることを約束する契約。将来成立する契約を本契約と呼び、予約により本契約を成立させる権利を予約完結権と呼ぶ。予約完結権を有する当事者が相手方に対し予約完結権を行使する胸の意思表示を行うと本契約が当然に成立する。予約完結権は 一般の再建と同様に、行使可能な時から10年で消滅事項にかかる。民法は売買の一方の予約について、規定を置き、他の優勝契約に順用する旨定めている。消費対策の予約については589条に特則がある。不動産の売買予約については、所有権移転請求権の仮登記をすることができる。 黄色いカバーイコール予約席将来発売される何らかの商品を購入する契約や将来日時間を指定して何らかのサービスを利用する権利を確保する契約を結ぶことを一般的に予約という。ただしこれらは通常法的には本契約にあたる。例えば以下のような契約がある。機械の予約機械に対し条件が満たされた時に 自動作動させることを予約という、録画予約がその例である。企画の予約工業企画などで、あるシンボルが別の用途で使われるため、その用途には使えないとき、予約されているという、ありがとうございます。